眼科医の平松です。眼科の斜視弱視外来ってなんであんなに混んでるのってことについてお話しようと思います。眼科って普通でさえ混んでるのに、斜視弱視外来、子供の専門外来ってめちゃめちゃ混んでるんですよ。小児科とか、そういうに比べてもっと混んでるじゃないですか。あれなんでっていうのを結構疑問に思われる方多いと思うんですよ。だって子供は大切だしね。 え、やっていくべき治療なんだからもうちょっとこう、譲してくれてもいいじゃないのって思いますよね。理由、その1。専門家が少ない。射視弱視というのは、眼科の中でも非常に限られた分野であるわけなんですよね。もちろん、基本的な射視弱視や、ま簡単なものであれば、大抵の眼科専門医が見ることができます。 ただ、まあ、なかなか視力の出が悪かったりとか、まあ、何らか問題があるこの場合は、まあ、ちょっとそうではなくて、専門外来に行かなきゃいけないんです。ただ、この専門外来というのが非常に少ない。まあ、東京とかだったらまだね、ありますけれども、とかね、えー、関西とか、まあ、そういう、なんとか、すごい発展してるところだったらあるけど、それ以外のところだと、例えば大学病院にしかないとか、大きい総合病院でやっとやっととか、まあ、そんなことを結構ザラにあるわけです。 なんでかっていうと斜視弱視外来って眼科の分野の中ではちょっとマニアックなんですよね眼科って、まあ、白内障手術とか有名ですけど手術やりたくて入ってる人結構多いんですよってなると斜視弱視って、まあ、手術するとなると全身麻酔だし、まあ、なかなかそんな手術手術って感じではないわけでかつお子さん相手だから時間がかかっちゃったりだとかするわけなんですよねなので あまりり積極的にやりたいななって医者が多くはないということががあります二つ目の理由、えー、費用が安いあいいことじゃないと思うかもしれないけどその分、まあ、クリニックだったり病院の収益性は非常に悪くなるわけですよねするとどうなるかっていうと、まあ、いわゆるこう職員を雇いにくいわけですよ検査の職員だとか医者だとか、まあ、そういうのを多く雇ってたくさん見ようっていうことが、まあ、原理的に不可能になってくるわけですね すると、少人数で見なきゃいけないから、えー、待ってもらって、えー、可能な範囲で見てくみたいになるってことがあります。まあ、これに関してはね、まあ、その分安くなるっていうメリットもあるので、まあ、お子さんの場合、大抵医療費無料のところ多いんですけど、まあ、そうでないところもあるので、まあ、それぞれのね、いい点割い点あるかなと。えっ、ー、と、三つ目、お子さんだから。どういうことっていうと、例えば、 え内科とか小児科ああいう感じだと聴神器とかでいいじゃないですか、まあ、採血するっていうのはとこれ話別だけどで眼科の場合って視力検査とかあるんですよでパパッと答えられる子はいるけども例えば視力が悪い子だったりすると余計答えにくいわけですよねまして集中力が悪いとか、まあ、どうしても検査慣れてこないとか大人が多くて圧迫感が強いとか、まあ、そういう子もいるわけですよね ってなってくると、まあ、検査に時間がかかってしまって、あ、普通は5分、10分で終わるなって思ってた検査が30分とかかかっちゃって、ずっと次の人がその分20分待つとか、まあ、こうなってくるどんどんなってくるんですよね。っていう問題が現状あるって感じですね。まあ、なかなかそれを解消するっていうのはまあ現状難しくて、まあ、なんとかちょっとこれで、まあ、医者、えー、看護師や検査員、 そして患者さん、患者さんの家族、全員の頑張りで、なんとかなんとか回ってるって感じと思ってくださればと思います。こんな感じでね、疑問、質問なんかありましたら、ぜひコメント欄に書いてください。あと、参考になったなって場合は、高評価ボタン押してくださればと思います。よろしくお願いします。